はいどうも、ヤマトランクスです。今回はですね、アバゴーラをね、紹介していきたいと思います。弱点保険を今回持たせております。まずは所定に壁張りレジエレキを展開して壁を張っていきます。そしてアバゴーラで弱点技を受けて弱点保険を発動させて火力を上げて相手を倒していく、そんな戦法でいきたいと思います。で、弱点保険型をね、採用するにあたって今回特製ハードロックを採用しています。ハードロックというのはですね、弱点技の被ダメージを4分の3に抑えてくれるというね、かなり優秀なものになります。あと最後はウツロイドあたりでいいかな。特殊受けもちょっと欲しいんで、アバゴーラね、 B 種属性高いけど特殊は結構ね、脆めなんでウツロイドでいきましょう。はい、それでは対戦よろしくお願いいたします。ノエルさん、まずはガブリアス。ガブか、スカーフーやだな。でもちょっと引きづらいしな。ちょっとリフレクターは少なくとも貼りたいけど、ステロとか巻いてきてくれるとかなりありがたいかな。剣の舞は勘弁。まずは安全にリフレクターを貼りたい。オッケー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 。まあ、これで自信とかあるかな。ステロ、これは光の壁も貼れそうですね。このままいけばどうしよっかな。剣舞あるかな。相手一旦アバゴーラ出しちゃおっかな。もう剣舞されたとき結構きついんで、まずアバゴーラ出していきたいと思います。自信してきたらしてきたで弱砲発動するし、まあ、壁もあるからなんとかなっかなと思うんですけど、いや攻撃してきたね。硬いね。アバゴーラ硬いね。全然入んないね。まあ、これで A2 段階上昇。ちょっとね、想定外にダメージ食らっちゃいましたが、ダイマックス切っていきましょう。まあ弱点保険ね、発動させたらもうダイマックス切ります。というかアバゴーラね、基本ね、ダイマックスエースとして活用していく感じですね。はい、大きくなってください。アバゴーラダイストリーム落とせるよな。いやでもね、ダイストリームね、あの元技がアクアジェットなんで、あんまりね、威力がないんですよね。そこがネックで、まあとりあえず雨降らせることによってその後のね、水技のダメージ上げていきたいんで。硬いね硬いね、マジで。アバゴーラ、このガブリアスあんまり A に振ってないとかあるかな。いや惜しい、いや惜しいな。まあタスキだった可能性もあるから、どっちにしろガブリアスの場合は2ターンかかる可能性は結構高いね。タスキ持ちも結構多いんで、まあ初点出てきてスカーフじゃなかったらかなりの確率でタスキじゃないかなと思うんですけど、まあここは大出力を選択して、まあ、B をね、どんどん上げていきたいと思います。ガンプ、まあまあこれは全然ね、アバゴーラ自体は素早さの取得値めちゃくちゃ低いんですよ。30いくつだったっけな。でさらに今回ね、個体値ダメかもにしてるんで、S 接続値は0ですね。0個体値か、 S 個体値は0になります。でまあ難なくガブリアスを撃破していく。ブリザポス、いやーこれブリザポスきついんじゃない、きついんじゃないこれ。大スチルで、まあどんどんね、これ B 上げた方がいいかも。壁張ってるしリフレクターで、でさらにスチル1回積んでるからかなり攻撃待機はね、かなりありますね。これね、下手するとブリザポスダイマックス切らなかったら大スチルで吹き飛ばせるんじゃないかなって感じなんですけど、どうなんだろう。やっぱ向こうの方が早いねまあガンプもされてるしね。いけ大スチル強っ、弱点保険型強っ。っていうか弱点技受けてもこっち全然入んないんだけど、相手特殊じゃないと多分落とせねえぞこれ。でこれでダイマックスターン切れてしまうんですけども、まあ2ターンじゃない、2匹落とせればバンバン剤ってとこですかね。で最後ファイヤーということで、これはね、まあ多分落とされてしまうと思うんですけど、まあアクアジェットで少しでもダメージを与えた方がいいかな。ちょっと悪巧み積んでくる可能性も結構あるんですよね。まあアクアジェットでいいか。積んでくるんだったらロックブラストのが良かったんですけど、ちょっとここは安全にアクアジェットでダメージを与えていきたいと思います。これが強いんですよね、先制技を覚えるっていう。素早さめちゃくちゃ遅いアバゴーラが先制技を覚えるっていうところがかなりねポイントかと思います。であと環境にあまりいないっていうのもあって、
まあ、相手がね、まあ、どう対応していいかわからない。めっちゃ入るね、アクアジェット。アクアジェットめっちゃ入るね。あ、やっぱ積んできたね、ダイマックス切れなかったってことは。まあ、これは、次ダイマックス切ってくるでしょうから、まあ、アクアジェット連打なんですけど、落とせるこれ。ワンチャンランスによってはダイマ切られても落とせるんちゃうんこれ。微妙だね。いや、ちょっときついか。高ランスもしかしたら引けば、落とせるかもしんないけど、アバゴーラ様、頼みます頼みます。いや、てか、アバゴーラ活躍しすぎだろ。これ流行るんじゃないマジで。強すぎるんだけど、アクアジェットが。ドーンと。強、落とした。落とした、ナイスすぎる。嘘でしょ。いや、強すぎ。アバゴーラ、やば。はい、それではね、2戦目やっていきたいと思います。相手のパーティー見ると、まあ、レジエレキで壁張れそうなんで、まあ、スカーフエースバーンとか来るかもしんないけど、まあ、その時はその時で、まず初手、レジエレキでいいよね。レジエレキでいきましょう。で、ランドロス入れて、で、今回の主役、アバゴーラで、これでいきたいと思います。はい。はい、それでは対戦よろしくお願いいたします。うずきちさん、まずサンダーか。サンダーか、まあ、サンダーだったら、まあ壁張っていきましょうか。耐久型かな、このサンダー。最近耐久型のサンダー流行ってるのでね、普通にあの攻撃特化よりも、まあ、とりあえず光の壁から張っていきましょう。まあこれ、ダイマ？いきなりダイマすんの？これ普通にダイマターン枯らせそうなんだけど。何すごいびっくりするんだけど、初手ダイマサンダーってことは玉サンダーとかかな。まあでもこっち壁張るだけの仕事だから別にいいです。いいです。まあ普通に上取って光の壁を無事張れましたと。まあダイジェットですよね。まあそんな入んないと思いますけど、あ、いいね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 。これ普通にダイマターン枯らせそうだな。レジエレキで。相手の考えがちょっとわかんないけど、あれなのかな、レジエレキぶっ刺さってんのかな、後続のポケモンに。まあ、これで両壁張ったので、安心してアバゴーラが暴れ回れる世界ができましたね。うん。耐えていく。さすがにジェットを2回積まれたら向こうのが上かな。まあ、向こうのが上だよね、さすがにね。まあでも死にたいんで、ここはサンダープリズンで行きましょう。落としてください。嘘嘘嘘。サンダー、めちゃ S 下げてんの？ジェット2回積んで、エレキより、遅いんだ。はあ、まあまあいいや。これダメージ少しでも与えてくれたのは、まあまあ、OK ですね。そうか、これでダイマックスターンが切れてしまうので、向こうは。3ターンね。エレキがめちゃくちゃ活躍したんで、こっからもうダイマックス切っていきたいと思います。まあ、相手がね、電気技打ってきてくれたら、まあ、結構入っちゃうんですけど、まあ、耐えはするので、そのまま弱点保険を発動させて、まあ、相手を殴っていくって感じですかね。さあ、こちらは大ロックを選択しました。で、アバゴーラはね、岩タイプでもあるので、水岩タイプなので、大ロックをして砂嵐を撒くことで、まあ、頼りない特防値もね、1.5 倍にすることができます。まあ言うてもね、それでも結構脆いんですけど、耐久は、特殊耐久はね。まずは、10万ボルトしてきましたね。受ける。OK、OK。これで弱砲発動ですからね。あんまり火力もないのかな、サンダー。さあ、第6。まあ、これで落とせるでしょう。さすがに。OK。さあ、これで、特殊方面にも熱くなりましたし、耐久。もともとね、物理攻撃方面は熱いので、まあ両壁張ってるしね。化け物、アバゴーラですね。落とせる人はいないんじゃないでしょうか。さあ、相手はミミッキュ。ミミッキュか。まあここは大スチルですね。まあさらに B を上げて顔を剥がして、まあ剣舞です。剣舞ね。まあ剣舞したところでね、まあ、大したことないっすよ。はい、大スチル。こっちも B を上げていくかね。で、次のターンで、まあ、ゴーストダイブとかされなければ落とせるでしょうね。
ゴーストダイブ、まあでも基本覚えてるよな、みんな。まあ普通のアタッカーミミキだったら。まあちっちゃくなってもアイアンヘッドはあるんで、これ大出力元技アイアンヘッドなんでね。ゴーストダイブで大木さんからしに来ました。まあしゃあないね、これは。ただそんなにね、入らないと思うんで、当たってもね。で、このターンでアイアンヘッド選択することでミミキ落とすことができるはず。いや、これ3盾いけそうだな。3盾いけそうなんだけど。やばい、マジで。ゴーストダイブ。おう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 。効かない。アイアンヘッド、吹き飛ばす。強いわ、マジで。これやばいわ、マジで、アバゴーラ。ぶっ刺さりすぎなんだけど。結構ね、技範囲も広いんでね、使いやすいですね。うん。まあ、ただ草技がね4倍弱点なんで、そこだけ気をつけてください。うん。で、水ウーロスか。まあバカ力かな。裏、いや裏ランドだから結構きちいな、これ。まあさすがにいけるよな、これ。インファー、インファーか。オッケーオッケーオッケー。一応格闘もね2倍弱点なんですけど、この硬さです。で、相手 B が下がってくれるんで、まあ助けだってたら耐えられちゃうと思うんですけど、いけ、よしよし、強い。まあこちらには先制技のねアクアジェットがありますから、まあ当然ねウラオスも覚えてる可能性はありますけど、まあいけるかな、これは。まあアクアジェットだったら耐えられると思うんで、まあここは勝ちですかね、さすがに。で、向こうはアクアジェットない。オッケー、対戦ありがとうございました。めちゃめちゃ強いぞ、バケモンだぞ、アバゴーラ。これは流行る。はい、いかがだったでしょうか。弱点保険型のアバゴーラ、よかったら皆さんも使ってみてください。以上、ヤマトランクスでした。アディマトで、バイバイ。